長岡工事6月13日から1994年5月1日は、昭和期の労働運動家、政治家、参議院議員、大分県宇佐市町、宇佐市名誉市民、大分県宇佐郡長須町で生まれる。宇佐中学校を経て、1934年中央、大学、第二余科を卒業。さらに、定身管理練習所。 第一部行政課を1936年に卒業。低心族、同事務官となり、東京中央電話局、低心所有務局に勤務した。戦後、労働運動に参画し、全低心従業員組合の結成とともに、本省支部長に就任し、1947年度、中央本部所基長に就任。 1948年レッドパージにより組織が弱体化したため、中心となって再建同盟を結成し、再建後の1949年、中央執行委員長に就任し後期在任した。その他、全提新労働組合政治連盟会長、日本 ILO 協会理事、同幹事などを務めた。1953年4月の第3回参議院議員通常選挙に、 全国区から左派社会党公認で出馬して当選。1959年6月の第5回通常選挙、1965年7月の第7回通常選挙でも再選され、参議院議員に連続3期在任した。その間、日本社会党大分県部連会長、同党国会対策副委員長、同参議院議員団長、同定身出身議員団長、 参議院内閣委員長、同定審委員長などを務めた。その後、1975年宇佐市長に当選し、3期在任し、体調不良のため任期途中の1985年10月に退任した。この間、農業の基盤整備、生活関連施設の整備、企業誘致、宇佐文化会館の建設などに尽力した。ありがとうございます。